政府はロシアによる侵略で負傷したウクライナの兵士を東京の自衛隊中央病院で受け入れる方針を決めました。ウクライナ政府からの要請を受ける形で調整がつき次第数人を受け入れる見通しで、日本側の費用負担により治療などに当たる予定です。18日、浜田防衛大臣がウクライナの駐日大使と面会し、こうした方針を伝える予定です。